皆さんこんにちは、ウィル増刊号の浅香豊です。今回もこの1週間の中に出てきた、これは面白いんじゃないのという新聞記事を皆様にご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。で、今回はですね、私まず一番最初に取り上げたいのが、琉球新報の、記事なんですね。で、琉球新報には、朝日新聞の天星人語と同じようなものですね、金鉱撲絶という、そういうコラムみたいなものがあったりします。で、そもそもあの天星人語っていう言葉がですね、天の声を人が語るというですね、ものすごい上から目線のとんでもないコラムだなみたいな感じで、まあ昔から思っていましたが、このですね、金鉱撲絶というのもですね、まああまり聞き慣れない四字熟語かと思うんですけれども、これも随分ですね、上から目線の、話でして、言葉の意味を調べましたら、優れた言説によって社会を教え導く人の例えというふうになっておりまして、ね、さぞかしすごい話をですね、まあ、展開しているかなということで、皆さん大いにまず期待していただきたいわけでございます。今回の金鉱撲絶は、タイトルがですね、沖縄で民意を論じる前にというものなんですけれども、まあ、どういう内容かっていうと、これがですね、今回の選挙で、この記者のですね、母親が選挙に行きたくないとかっていう、まあ、ダダをこねてですね、まあ、それをまあ、なだめすかせて、とりあえず投票に行ったんだけれども、その投票結果が、まあ、自分たちの思うような投票結果じゃなかったみたいでですね、で、あんな人は当選させたくなかった、みたいな、まあ、愚痴をですね、まあ、お母さんが述べていました、という話がまず書いてあります。で、その上でですね、まあ、こういう形で、その投票しても、自分たちの民意が伝わるとは限らないから、だったら投票行くのやめようというような形で、まあ、みんなが投票に行かなくなって投票率が下がって、その結果としてですね、どうもこの自民党が安定多数を取るような議席になったというふうに言いたげな記事なわけですね。まとめとしては、諦めやため息を都合よく解釈し、これが民意だと断じるのは早がってんではないか、まあ、こんなことを言っていたりするんですが、皆様はこれを金鉱撲絶だというふうに感じられたでしょうか。これでですね、もし同じ投票率で、まあ、この人たちがおそらく推しているであろう立憲民主党とか共産党とかの野党連合がですね、選挙で大勝するということがあったときに、この新聞は同じことを果たして言っていたのであろうか。同じ投票率であっても主張が全く違っていたんではないかななんて思ったりするんですけれどもね。まあ、金鉱撲絶の人の考えっていうのはちょっとね、常人である私にはわかりませんが、まあそんなことを思っていたりする次第でございます。さて、次にですね、毎日新聞に掲載されていた、まあ、2つの記事を取り上げたいと思います。まあ、これもですね、先ほどの琉球新報の記事と割と似たようなトーンの、まあ、記事だったりするんですけれども、1つ目の記事のタイトルからいきますが、これはですね、くすぶる負の遺産、首相に批判受け止めを説明求める声というもので、もう1つの記事はですね、信頼と共感にのしかかる負の遺産、第二次岸田内閣重い課題という記事です。今読んだのでお分かりになると思うんですが、どちらもですね、安倍内閣や菅内閣の負の遺産が重くのしかかっているという意味合いにおいては、ほぼ同じような記事内容になっているんですね。で、この重くのしかかる負の遺産というのは一体何かといったら、森かけ桜のお話で、要はこれが岸田内閣にも重くのしかかるんだという言い方をすることによって、今後もですね、森かけ桜をですね、ずっと追求するみたいな感じのことを野党側に期待しているというふうに感じ取れる記事になっています。
でしかもですね、この2つの記事というのは片方が11月10日の17時26分に出ている記事で、もう一つの記事が同じ11月10日の20時4分に出ている記事なんですね。で、なんでこういう記事をどんどん何回も出したがるかなというところが非常に不思議に感じるところであります。さらにですね、今回選挙の投票率があんまり上がらなかったことに対して、共同通信が行ったですね、世論調査結果というのを引用して、投票しても政治が良くならないから投票率が低調だったという答えがですね 50% を占めたという話を持ち出した上で、低投票率だから自民党が勝ったんだみたいな感じでですね、先ほど紹介した琉球新報の均衡撲絶とですね、同じようなことを主張しているということになるわけです。ところが、ではその共同通信が行った世論調査っていうものはどういうものだったかというと、他にもいろんな項目がある中で、どうもですね、これ都合のいいとこだけ一箇所ポーンと引っ張ってきたんじゃないのというふうに言わざるを得ないところがあります。というのは、今回の与野党の共闘関係に関して見直した方がいいという意見は 61.5% に上り、続けた方がいいの 32.2% に対してほぼダブルスコアをつけているというようなことがあったり、岸田内閣の支持率は発足時の 55.7% から58.1% に上がっているなんてことも出てたりするわけなんですね。で、さらに言えばですが、今回自民党と公明党の与党が絶対安定多数を確保したということに対して、この結果はいいのか悪いのかという話になった時に、良かったという意見は 35.3%、 良くなかったという意見は 16.5% で、なんと良かったと考えている人の方がダブルスコア以上で多いということになるわけです。にもかかわらず毎日新聞は、投票しても政治が良くならないからという一つの答えのところ、そこだけを取り上げた上で、国民が全体としてはおおむね今回の選挙結果に満足しているという事実を完全に無視してるわけですね。今私が話をしたことというのは、別段私が特別な情報源を持っているからというわけでもなく、ネット上で検索すれば誰でも簡単に見抜けてしまうぐらいのレベルの話だと思うんですけれども、どうしてこういうことを相変わらずマスコミは続けるんでしょうか。そろそろ国民のリテラシーというのもですね、もうちょっと高いものがあるんだよ、そこのことを意識しないとどんどん墓穴を掘っていくよっていうことを、ぜひマスコミの皆さん、こうしたことを学んだ上で紙面の改善に大いに役立てていただきたいと思います。そして最後にですね、朝日新聞の記事を一つ取り上げます。これは東芝をですね、三分割していこうみたいな感じのことが、東芝の経営陣から出てきたということに関する記事です。この記事は様々なマスコミで当然取り上げられてて、今大きな話題になってますけれども、ここにはですね、アクティビストと呼ばれている物言う株主、あるいはハゲタカと言ってもいいかもしれないですが、そういう外国人投資家の意向を大いに受けた上で、そっちにですね寄り添う形で経営陣が判断して、こういう方向を出したというのが一般的にはもう認められている話になっているはずです。ところが朝日新聞はなぜかこの前提を認めないような記事を書いてるんですね。ではその該当箇所のところをちょっと読んでみますね。今後の焦点は東芝の大株主である海外投資ファンドの動向だ。
分割を実施するには株主総会の決議が必要となる。物言う株主としてこれまでも経営側と対立する場面もあっただけに、分割を認めるかどうか不透明だと書いていてですね、この案に物言う株主が反対するかもしれない、この案はあくまでも東芝の経営陣が独自にですね、自分たちの判断だけで出してきた、一切の圧力はなかったかのように書かれている記事なんですけれども、なんでこういう記事をわざわざ書くかなというのは甚だ疑問ですね。さて、朝日新聞がこのような記事を用意したのは、アクティビストたちにですね、なんかこう配慮しなければいけないような事情みたいなものがですねあるんでしょうか、それとも朝日新聞の記者はですね、他の記者がみんな気がつくようなこの手のことに一社だけ気づけなかったということなのでしょうか。こういうこともあったりしますので、情報源を一つに絞ってそこからしか情報を得ないというのは、まあ、かなり危険である。特に朝日新聞だけに頼って物事を判断するというのはいかに危険なことかということが、まあ、この記事を通じてもですねよくわかるのではないか、まあ、そんな風に思っていたりします。今回は総選挙後のですね、まあ、話についての話題と、それからですねこちらの経済系についての話題の、基本2つのことについて扱わせていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか、ね。またですね高評価をいただけたら私としては嬉しく思います。今後とも朝霞豊の新聞を切るこの特集ですね、ぜひ皆さんお楽しみください。今日はどうもありがとうございました。ここにしかない新たな発見がある。サイエンス、テクノロジー、ネイチャー、ミリタリー、そしてドキュメンタリーの本格映像をお届けするガリレオチャンネル。チャンネルのメインとなるのは数々の受賞歴を誇るサイエンスドキュメンタリー番組の配信。あなたの知的好奇心を刺激するハイクオリティな作品を定期的にお届けします。ミリタリー&ドキュメンタリーからは、数多くのミリタリードキュメンタリー映像の傑作を生み出したワック作品からえりすぐりの映像を順次配信。ミリタリー作品では現代の戦闘機や艦船の勇姿だけでなく貴重な記録映像、ドキュメンタリー作品では環境・エネルギー問題から歴史トピックスまでを幅広くお届けします。日本ディスカバーでは日本各地の美しい情景や人々の暮らし、そして通常は立ち入ることのできない非日常の映像を配信。その他、ガリレオチャンネルでしか見られないオリジナルコンテンツもご用意しています。ここにしかない新たな発見がある。ガリレオチャンネル。ご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。